美香さんと父ちゃん結婚したいんでしょ。あんた稼ぎはお金とか大事よ。大事です。一生娘食わせられるんか。すっげー食べるし。じゃ無理だな。出ても俺、まあ、歴代の彼氏じゃ一番。歴代ずっと見てるから。はい、美香さんのことずっと。誰？ゆうちゃん。それは私のために父が作った。通帳だ、持ってけ。そいつと一緒に。少ないけど家族のようにここにゆうちゃん。忘れ物は？飲みすぎちゃダメだよ。まあ休みには帰るし。洗い物ためないように。ゆうちゃん大げさだな。だって嬉しそうね。あなたなんか怪しい。大丈夫、お父さんはモテません。お父さん一人暮らしか。あ、どうも。どうも。あれ、はじめまして。なんで？お茶でも入れます。ゆうちゃん、それは全国2万4000のネットワーク。いい街ですよここは。そう、どこへ行ってもここにゆうちゃん。母さん騒がしいな。ゆうちゃんのノリノリどうしたん？あんた仕事は順調。石油料理じゃし無駄遣いしおるんじゃろ。心配なんて。この店飲み放題ですし。ちーた、将来のこと考えたれ。例えば？例えば投資信託とか。投資信託何それ？何それ私が教えますから。初めての投資信託ならゆうちゃん、ここにゆうちゃん。